はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルバンプ高校やっていきたいと思います。今回は投手で、バンプアヘ編をやっていきます。イベントデッキはこんな感じです。以前、黒金でアヘ編をやった時の編成と、ほぼ同じではあるんですけれども、前指の暗黒スバルを抜かして今回1の背を、入れてきました。やっぱりね、暗黒スバルの、ガラスのハートがかなり重いんで、1の背もね、金徳は不確定ではあるんですけれども、今回は精密機械を狙っていきます。神高が、低めを持っているので、低めを取って、精密機械を、金徳で取るといったような感じです。でバンプについてはやっぱり吸血コマンドですね、これが肝になるので、アヘ編をやるときは基本的には、刺激で変化球を固めていかに複数タッグを組めるかといったところですね。タイピンくれましたね、立川が。で、あと吸血の状況によっては守備連で、強化をね使う可能性もあるんで、敏捷ポイントがね割と入ってきたりもするんですよ。そうすると立川からクイックをねもらうっていうのもありかなと、思います。で、吸血の属性については、5種類あるんですけれども、バーがね長いほど、その属性になりやすいといった感じだと思います。でちなみに緑が刺激なんですけれども、最初はねやっぱり評価上げを、しないといけないんで、特に刺激にこだわる必要はなくて、ただみんなばらけてるんですよね。とりあえず葵ちゃんを上げておくか、変化球にいるし。で一応強奪が一番いらないかな。体力があるときは吸収も、微妙な感じはするんですけど、体力が減ってるときに吸収が来るとねわりかしいいんで。でブラッドゲージはなるべく少なめのところで、使っていきましょうかね。 11% だったか、ちょっと見てなかったな。でね、序盤のね魅了はねわりかしいいらしいです。っていうか自分もバンプ全然アプリの方で 3,4 回しかやったことないんでまだまだね手探りなところはあるんですけれども、とりあえず、基本の立ち回りっていうのは、調べて、やっていこうかなと。だから通常のね野手とかはねやったことないですね、バンプは。これはコツが来てるけど、こういう時は別に寝ていいでしょう。で寝たりデートしたり遊んだりした時は属性は変わらないですね。練習した時にこの吸血属性が変わるんですけれども、ちょっと属性を変えたくない時には、遊んだり寝たりデートしたりと、今回はねデートキャラがいないんですけど、休息でちょっと評価を上げていきますか。吸血効果のおのおのについては、とりあえず、ネットとかに、載ってるんで、それを参考にしてくださいというところですね。で序盤のね、魅了っていうのは結構いいらしくて、でこれね多分1回練習しても、ね、大丈夫だと思うんだけど、どうかなちょっとねそこら辺のね感覚もねやっぱねやっていかないと分かんないみたいなんだけど、とりあえず今ってこれは強奪だからみんなばらけてるね。どうする、神楽坂くん、クオンくんはコツを持ってないし微妙だね。1回練習して大丈夫かなこれ。なんかメーターが1以上あれば大丈夫なような感じがあるけど、刺激になったんで固める必要はまだないかな。大丈夫だね。これはもうさすがにまずいよな。2人いるといえばいるどうする、やるか。変化球持続4ターンで2人釘付けにして、このうち1回でもダブルタックを組めればとりあえずはいいかな。これお、いいね、体力回復した。だからここのね高校も体力回復っていうのがわりかし重要なんですよね。タッグが組めねえみたいな時に体力がプイって回復してくれるとかなり嬉しいっていう。でちょっと制球力をつけていくか、球速を上げていくか。
ポイントがね絶対変化球に偏るんで、他のポイントをどう稼いでいくかまあ4人いるけど誰もタック組めないっていう、だからねいかにしてこう評価を上げてタックを組める状態に持っていくかっていうところですね。で神楽坂くんの金徳1回目と、だから神楽坂くんもねここで、まあ、通常イベントのお食事イベントが来てくれると、おおやった体力回復した、練習できるぜみたいな感じになるんだけど、 23% はちょっとさすがにきついんで休みましょう。で、クオンくんの通常イベントですね。だからクオンくんも、まあ、できれば普通のイベントで筋力ポイントと技術ポイントを稼いでいきたいですよね。でまあアプリだとわりかし変化球キャラでも、技術ボーナスを、持っているキャラとかが多くて、まあ、技術もねタッグを組んで稼んでいけるっていうのができるみたいなんですけれども、まあそこまではちょっとサクスペの方はできないかな。とりあえずクオンくんがまだ乗らないか。これでクオンくんがもし評価乗ってくれればダブルタックができると。とは言ってもねやっぱり3人タック4人タックここら辺をやっていきたいですよね。3人いる。でも立川とクオン乗ってないか。まあ立川とクオンを評価上げていきましょう。これが2回目かもう。と言っても、まあ、球速はね全然上げられないんで、基本的には怪物球威は取れないかなと思った方がいいと思うんですけど、練習を見て神楽坂くんか釘付けにしておく。とりあえず、まあ、せっかく刺激だし、これ何ターン3ターンか。めちゃくちゃギリギリだと4ターン釘付けにできるのか。これでクオンくんが来てくれたね、ありがとうございます。これはもう一回練習はできないかな、この体力量だと。あ、これはいいね。お疲れにするか体力回復したいから。クイックをね取りに行ってもよかったけど、これでタイピンが4ですね。神楽坂くんが乗らないね。これで刺激か。次人がいっぱいいたら、しまったリリースとか掴むの忘れてたけど、うん、よくキレだったな。でクオンくんの金徳ですね。一応まだタイピンは置いておくか。やる気下がるけど経験点をもらいに行こうかな。技術ポイントがね絶対不足するはずなんで、いかに技術ポイントを稼ぎ出すか。球速はねもう捨てますね。193でもさこれ無理だよね。3人タックか。一応ねドリンクはね1個持ってるんですよ。今回お守りが必要ないんでドリンクをね持ってるんですけど、刺激が何ターンかだな。刺激2ターンだったらやるか。やろう、これ刺激しよう。で3人を2回っていうのもありかもしれないですよね。188を2回、ここでちょっとなんかなアイテム使っちゃうのももったいない気はするけど、まあいいや、ちょっと使いどころがないっていうのも悲しいんで、これで2回3人タックができると。まあ葵ちゃんの折り辺のイベントが走り出したらちょっと変化球を上げていきましょうか。よし、筋力もアップで、おお、いいねいいねいいね。これはねドリンク飲んだ甲斐があったね。367カンストはしてないよね。カンストしてない、ちょっとわからん
計算できない。999を超えるとあれなんで、スライダーは上高コツをくれるんで、とりあえずカーブを3くらいにして、フォークを2くらいにして、3球種目あ取れないわ。まあいいや、練習してから取ろう。カツカツカツ、クオン君か。これよ、これがね何回できるかによるんですよね。すげえ曲の言うとぶっちゃけ運なんですよどれだけ刺激が来るかで、どれだけ複数タックが組めるかっていう。で、一ノ瀬の金徳は進めていきましょう。まあ、内容的にはね、体力が減りそうなイベントではあるけど減らないっていうところがいいところですよね。葵ちゃんと神高が乗ってないのか。変化球くれるキャラが両方乗ってないね。どうすっかな。監督もいるし、ちょっと葵ちゃんあげるか。強奪か。強奪はちょっと本当に今のところは微妙だからな。これも寝るしかないよね。吸血する感じでもないしな。でも一応練習に誰がいるか一通り見た方が良かったか。ブラッドゲージ的にはちょっとピコンピコン言ってるけど、もう一回多分大丈夫だと思うんだよね、練習的には。でここに葵ちゃんと神高がいてミリオンになるか。どうする、使う？コツ、神高もいるしな。一ノ瀬はくれないけど、まあ、ちょっとこれやってみよう。強奪、緩急、奪三振、奪三振いいね。で、体力はいっぱいなんで、まあこれは能力を上げていきましょう。能力っていうかポイントを上げていきましょう。まあエピローグポイントとかがね期待できないんで、タックでねいかに伸ばせるかっていうところっすよね。クオン君は溜まってる。神高、神高だな。今のところどうなってる。タイピンはまあ4だけどちょっと置いておきましょう。緩急1か。1だとちょっと重い気がするな。奪三振はもう5になってるね。取ろう。あとは特になしか。あと神高はスライダーか低めか。スライダーがね早めに来てくれるとスライダーを上げられるんで低め。まあいいや、しょうがない。で技術ポイントがもし稼げるデッキを組めるっていうのであれば、低めはね直取りしてもいいと思います。あれ怪物球威できた。どういう感じ。葵ちゃんまだ乗ってないのか。葵ちゃん乗ってなくてさ73ももらえるの神とか一人で、すごくね神高とか言って。まあ葵ちゃんの変化球ボーナスが乗ってるんだけど、ワンタックで73ってちょっとすごいよな。どうする。休むしかないよねここら辺の通常イベントもなよくわかんないんだよな、あんまり調べてないから。意外にねこういう通常イベントがね重要でね、その吸血の属性がね変わるんですよね。歴史とか、強化か。で、コツが来てますね。変化球には誰もいない。クオン君か。まあ、クオン君はポイントなんでもらっておきますか。で、葵ちゃんはまだまだ全然走ってないね。まあ、イベント的には全員完走できると思うんですけど、こっち、葵ちゃんまだか。葵ちゃんまだか。どうする。神高、スライダーコツをちょっと持っておきたいな。けど、葵ちゃん乗ってないっていうところがな、痛いよな。低めはとりあえず忘れず取っておいて。いや、これはちょっと葵ちゃんだな。評価上げよう。まあ、葵ちゃんのコツが来るかは別として、葵ちゃんの評価を上げる。
これで全員乗ったんじゃないか。2人いるね。まだ1回練習ができるな。これで刺激に変わって次変化に溜まってくれれば万々歳だけど、マリンボールの1回目が来ましたね。変化球ポイントはそろそろ意識して上げていきましょう。やべやべやべ、来たありがとう矢部くん、君は本当に。これ光ってるってことはもう絶対変化球にいるんで、これはもうちょっと刺激を使っちゃいましょう。葵ちゃん1人か、しょうがない。あとはどれだけ寄ってきてくれるかっすね。まあ、葵ちゃんを釘付けにできればね、変化球ポイントがかなりあるキャラなんで。あとは立川が得意練習率アップでどれだけ寄ってきてくれるかっていうとこなんですけど、でクオン君は2回目ですね。で神楽坂の金徳が2回目でもらえるかな。しかし失敗したな。まあ次へ持ち越しということで、ここはさすがに50か。50って、あ、モフモフ、そうモフモフもね回復できるんで。そうこれ2回目でね、もうほぼつかめるんですよね。キューパー、いやこれはやるでしょ。っていうかやったとしても変化球がダダ余りするんで、シンカーは置いておいて、まずシュートは覚えとこう。いいや、もうスライダーも1掴んじゃおう。全球種全方向かで、カーブは3になってて、フォークは2、シュートを2にして、スライダーも2にしておこう。よし OK、 あとは怪我をしないこと頼むよ、本当に頼むよ。 9% なんだから。よーし、いやーありがたいね本当に。だ経験点だけはわりかしね稼ぎ出せると思うんですよ。やってやろうじゃないかと。低めはもう回収したんで、ねこれは無理だよ無理だよ本当に。で葵ちゃんがもう一旦釘付けになってるんで、ここで来てくれるかどうか。他の人がせめて一人来てくれれば万々歳。おおいいね、まだ大丈夫だね。いやーさすがだ。経験点的にはね、だから一ノ瀬より多分暗黒スバルの方が高いと思うんですけど、どうしてもねガラスのハートっていうところがねすげえネックなんですよね。だから裏でね、まあサクセスやる分には全然いいと思うんですけど、こういうね動画撮りの時はこれは下の精密機械、はい OK で、ここは 19%、 ちょっと変化球上げていきましょう。とりあえずスライダーも3にして、カーブは3になってて、フォークも3にして、シュートも3にしよう。であとは何を伸ばすかといったらフォークかな、やっぱり使いやすいから。これでもうその辺数えるあれもないな、わからんな。どうする。 19% で攻めるあれでもないからな。おとなしく寝ておきますか。ここはそろそろブラッドゲージが光り出すかな。でクオン君の金徳が終わりましたね。3月か。まあ一応タイピンは読んで掴んでるんで取れるかな。精神もね余るわけじゃないんで多分でも精神ポイントそれなりには稼いでるか。リリーフ、まあ、これはコンピューターに任しちゃっていいでしょう。あそうそう、これ決勝戦だっけ、地方の、地方っていうか予選のあのダンジョン高校のキャラが出てますよね。次とかダンジョン高校来るのかなっていう感じですけど、
ダンジョン高校来たらそれはまたねハマりますよね。めちゃくちゃ時間かかるんで装備とか整えるのに。俺出たのかな、これ俺ちょ顔が見えない違うモブっぽい、瞳がつぶらだった、出番はなかったそうたまに出番ないからねこれコンピューターに任せると。監督評価って今どうなってんの、うわこれは2人か、まあやりましょう普通に。神楽から取るか神高から取るか、神楽から取ろう。リリースだっけ持ってんの、リリースとカチューンだった気がするもうチェックしない。神楽から行こう、キレ、よしよしよし。敏捷ポイントがまだ全然溜まってないんですよね。何回か守備練を踏んでおかないと脅威の切れ味が取れないんで、ただまあねここに来てる分には53だったらこっちでしょう。クオン君からポイントをもらうと、守備練に人が溜まってたらこれ強化で1回敏捷を稼ぎ出しておくっていうのもありですね。いいね神楽坂君、一緒に食べましょう。よしよしよし OK。 守備練覗いて誰もいないここに人がいっぱいいるね、ここじゃないんだよねっていう。これはどうするかな、特にやることがないんで遊ぶっていうのもね、まあ、ありっちゃありなんですよね。遊ぼう、とりあえずやる気を上げると。でマリンボール2回目ですね。そろそろ変化球をもう1回上げておきますか。どんくらい溜まってる、170か、1くらい上げられるかな全然上げらんないわじゃあコツを踏みますか。なんでここにいっぱいいるんだまあとりあえずここ人いっぱいいるね。これどんくらい取れんの今、強化ピンショ12か、いやこれは微妙だな。だったら葵ちゃんから変化球ポイントをもらっておこう。こういう時にね刺激とかになって次のターンで人がいっぱいいてみたいな、ハマってくれるといいんだけど。これ頼むよマリンボール、これ取れればめちゃくちゃでかいよな。もうキレはね5になってるよね確か、クククククみたいな。おー来たー、で一応回復はしておきましょう。もう次は寝ないと無理かな、人が2人。うんまあこれでスライダーの2球締めとかさ700とかね。マリンボールをちょっと上げますか、ほいっと。さてここは寝ないとさすがに無理なんで、で体力マックスと、あとはね刺激が来てくれれば万々歳なんだけど、とりあえずダブルタックを踏みましょう。強化か、もう一回ちょっとね刺激を踏んで3人4人ができれば。このイベントはなんだ全然わからんな、食い物食って体力回復みたいなあるか。えこれ何、塩焼きかで、レバーの塩焼きかレバニラ、えどっちこれ、上にしよう。ああ体力回復した、いいね。さてさてさて、ちょっと待ってこれは練習すると死ぬね、2人か。まあ吸血にしよう、そりゃしょうがない。敏捷は0、変化98の技術32、どっちがいいかね。技術41変化120、どっちの方がいいかな。これたまった、まだか、あと1回かな。一応あんまりバンプのその吸血について全然説明はしてないんですけど、ブラッドゲージの、うわこれね体力回復するんですよね、うまくいくと。上にあるオーブですね、オーブがたまりきると、まあ、金徳がもらえるんですけど、あと1回ですね。立川かクオンか、クオン君は変化球ポイントがもらえるんで、
ミサちゃん、ただスタミナか微妙なところにいるよね。ブラッドゲージが満タンな状態でミサちゃんと、練習をするとブラッドタックが組めるっていう。ただね、どうしよう。まあポイントだな。ちょっと今回はポイントに走ろう。で変化球を伸ばせるところまで伸ばすと、でリリーフに回すと。リリーフがねマジ弱いんですよね俺のチーム。あれ神高、これ1回目もしや。ここら辺で体力削ってくるのはマジ痛いぞ。早めに怒ってくれればいいんだけど。まあ寝るか。神高とか乾燥するか。そもそもこれって何、こういうイベントがマジでわからん。わかったよ。魅了になった。マジか。これ調べよう。マジで何になるか属性が。どうしようかな。スライダーコツ、こっちしよう。まあポイントでもいいけど、スライダーを上げていくじゃんせっかくだから。これ別にね何球種持ってたとしてもそのスライダーの割引率はね変わんないんですよ。1球種目だったとしても2球種目だったとしても別に割引ポイントは変わんないんで、まあ、1からね上げていった方が得ではあるんですよね。よし、これでタック2人。吸収か。ちょっと刺激にしたかったな。あれってか監督評価マジでどうなってる。全然気にしてないんだけど。あ、これなんか長いやつだった気がするんだけど、これどうすればいいんだろう。とりあえず夜型にして興奮するにして、苦手にして、魅了。あ、体力回復したけどなんかやる気が下がったぞ。これいけるか。1回練習いけるか。1乗せポイントをくれる。これどう、大丈夫、ちょっと分からんけど、これもいいや、やろう。魅了で変わらぬか。もう次は魅了するしかないな。これスカウトさんとかもねちなみに魅了できるんですよ。やる気が上がった体力が、うわダメだったか。これはねめちゃくちゃ下がるんですよね。あの体力量はダメか。さすがにもう2回寝ないときつい。いやブラッドゲージ回復したばっかりだろとりあえずミサちゃんに相談しよう。刺激になった、いいね。これは覚えとこう。ミサちゃんで刺激になる。何人いる？1人。立川か。これだったら寝ておくよな。いやっていうかやる気が全然ないんで遊びに行こう。試合だしね、そもそも。オーケーオーケーオーケー。あれこれ大丈夫だよね。よし先発で。ちなみにバンプって勝てるのそこがよくわかんないんだよな。ちょっと勝てるかどうかわかんないんで、まあ、今回はチャンスでいきましょう。変化球が600あるからスライダーちょっと待って、3は欲しいねやっぱり。折り辺あとはまたスライダーにしておくか。でスタミナはねちょっとさすがに D は欲しい。球速130とかにしとく。あんまり査定的には関係ないけど、コントロールは C くらいにしておく。 OK。 いやーこの変化量よすごいね。いくつ ?1234567891011121314151617 総変17とか半端ねえな。
いやいや全然回ってこないんだけど。おお、ナイトメール。ミート E のパワー S なんだ。入るか、よし。てかさ、鎧の質感がいいよね。なんかこいつらさ、青くてさ。ちょっと不思議な感覚がする。さてさてさて、あれ神高、あれかな、乾燥できねえかな、これ。しまった、おとなしく体力が減らないやつにしとけばよかった。27は痛いな。いやー、吸血するか。ちょっと待って、ちょっと待って、吸血何ターン、これ2ターンだよね多分。で1回寝ないといけないから結局。いやー、もうただな、終わりが近いからな、しょうがない。刺激して止めて、で1回寝て、で3人タッグを踏みましょう。一応進んでるな、進んでるな。ギリ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 いけるか。3人、まあ、ここは寝ておいて、もう3人はね確定してるんで、あとは寄ってきてくれるかで、ダンジョン高校ですね。いや、ダンジョン高校もやりたいね早く。でじゃスライダーを上げていくか。経験点的には今どんな感じなんだろうな。共に絆を。いきなり似ているっていうか、3点入れられてるし。そうか、こいつは速球中心のやつだった。投球はこれから3球目。しかし速球中心のやつほど打ちやすい。これでようやく同点か。1点取ってくれたね、ソネック。なんかこいつ超強いんだけど。ミート S パワー B 総力 C。 こいつは一体何者だ。やる気がないけど。投球はこれから3球目。低め、外れてボール。カウントは2ボール1ストライク。投げました。いやー強いわ。もう変わってるよねさすがに。こいつはめちゃ弱えな。9番かアベレージヒッターか流し打ち持ってるのか。これ流し打ちかな。アベレージヒッター持ってないかな。やべはね、チャンス×っていうかチャンス三角とはいえ能力が高いんでね、一ノ瀬に勝ってるし。一ノ瀬ってさ、パワー A なんだ。で全然関係ないけど、そう、あの実況さ、一ノ瀬って言うんですよね。一ノ瀬じゃないの、わかんないけど。ああ、ボール球だったな。まあ別にいいでしょう。さすがにもう逆転はされないと思うんで。あとは寄ってこい寄ってこい。あれ神高くんなんだかんだでいいね。体力減った、練習できるよね。大丈夫、神高によって 15% 一人寄ってきてくれてる。神高くんが寄ってくれてる。最後神高くん働いたな、怪我しなければの話だけど。いくぜ。うわマジかー。最後の神高のドクター K は取れたけど練習ができなかった。さてこれはどうしようかな。寝ておくか。しかも寝れないっていう。なんか最後に来てこう流れが悪くなってきたぞ。大丈夫か。まあ、とりあえずね、ただこれだけ点は稼ぎ出せますよっていうのは全然お見せできてると思うんで、まあ、さっきのところをサムネに使おうかな。バンプ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という打ちました。初球。いやこっち強いわ。バンプ追いつきました。ナイトメール投げました。あ、しまった、ちょっと叩いてしまった上の方。ナイトいい当たりでしたがセカンドゴロに終わった。あっと
そのまま進んでくれ、何事もなく。さあ追加点のチャンス。ソネ君とかさ、マジ強いよなこいつ。何なの本当に。点取られてるし。バンプ追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁。このナイトメールのさ、羽の具合とかやばくない？少し意識しすぎたか。第3球を投げた。なんでさ甲子園に出るのさ、こいつらみんな熱い格好してるよね。パピオンとかもそうだけど。カウントは2ボール2ストライク。投げた。これはボールか。カウント3ボール。ただナイトって足自身なんだ。しまった。空振り三振。低めの。ユーバに変わってるし、いつの間にか。そりゃそうだよ。変化球投げてくるよ。須田くんもパワーはあるね。強気で攻めてきます。さあ次の投球。打ちました。縦ボールを取る。セカンドフォースアウト。まあ2点差大丈夫だね。ドクター K って結構重いんだよね。取れれば取っておきたいな。強心臓も、強心臓は無理かな。脅威の切れ味そうか。しまった。精密機械を取っておこう。怪物球威、重い球がないけどな。金徳がなんか多分取れないのが出てくるなこれ。守備6、2回踏まないと無理か。やる気がなくなってるからな。11、あ、もともと2回踏まないとダメか。しょうがない、ちょっと守備練を踏んでおくか。しょうがないよねこれは。やっぱり強化の時に1回くらい敏捷ポイント踏んでおくべきだったな。このまま試合に行きますか。あとはこの試合だけでどれだけ変化球ポイントが稼ぎ出せるか。もう総編は上げられないんで、脅威の切れ味とかに回すしかないですね。でエピローグポイントもねないんでね。ミートエフだと相当だな。初球を取ってアウト。スリーアウト。バンプ先制のチャンスを迎えました。いいいい。でも小さいな。やる気がないからか。第2球投げた。こうだ、行ったか。 OK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 。バンプダメ押しのチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、はい、打ちました。アイツカがそれなりの強さだから。投げました。2球目空振り。バッター追い込まれました。ピンチの投球でもなんかなるかな。見逃し三振。とりあえず0点に抑えたけど完投はできなかったね。これで一応66でしょ。金徳分くらいの経験点は稼ぎたいよな。やる気が上がった。ありがとうございます。さて何人いる。まあ1人だったらいいよねこっちで。ここでね4人とか来られると脅威の切れ味を諦めるかもしれなかったけど。円卓か。円卓だったらわりかし打ちやすいかな。そうすると強心臓が無理だな。やっぱり厳しいね。何が足りない。変化球ポイントが足りないのか。これはドクター系取れないかもしれないな。怪物キーももう取るしかないでしょう。あ、ドクター系取ってあんのか。強心臓が無理だよね。脅威の切れ味26か。あ、いけそうだな。ギリいけそうだな。技術が足りない。まあ、試合の内容次第だな。勝手に投げるからいいんだけど。お待たせ。ただに。さあ先制のチャンス。米山くん。ミートが小さいか。米山。第2球投げました。インロー際どい球。ボール。カウントワンボールワンストライク。投げました。打ちました。ライトへの打球。よしよしよし。これはヒットになります。米山ヒットを放ちました。バンプ。なおもチャンスが続いています。ただ絶好調だね。第2球投げました。打った打球。サード右へのライナー。超えなかったか。アベレージヒッターか。初球から打った。しまった。いじめ。あ、これはダメか。バンプ
ク先制のチャンス。また米山くんから。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で米山。投球これから2球目。危ない球。まあ、最悪フォアボールでもいいけど、そうはいかないんだろうな。いやいやいや、いけそうだぞ。第4球は。おお。これで塁が埋まります。8番誰？バッターは8番。キシか。最初のバッターボックスはサードライナー。ムード丸って誰がムード丸なんだろう。投げた。あ、待て。ちょっと怖い。第3球を投げた。これも3球目ストライク。おお、ストライクか。第4球を投げた。これはボール。カウントは2ボール。めちゃくちゃ内角低めに集めてきてんな。投げた。低め。今のはどうしようって思ったけど打っちゃったんだよね。2点取られたか。さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で一ノ瀬。めっちゃくちゃ際どいところ投げてくるね。投げました。この高め、しまった。ちょっとずれてしまったけど、とりあえず同点。ソネ君、来たソネ君。投げました。これは1球外してきました。牽してくるか。第2球。あ、マジか。外れた。もう2球目。え、だって4番って投げました。ソネ勝負しますかじゃないの。第4球を4番と勝負するの。ここは歩かされます。右バッターボックスは4番。塁を埋めたってこと。今日はここまで3打数内藤だし。一三振。ボール大きく外れました。ハイズが5番か。第2球投げた。打ちました。宇宙間へ持っていきましたが。見事フォアボール策が効いたね。計策がハマったね。いいや、見通しじゃなくて強振にしてもう狙ってこう。8回だし。第2球。2球目ストライク。全力ストレート。第3球。危ない球。もうスタミナが切れたか。次は4球目投げた。打った当たりだ。どうよこれ。よし、とりあえず勝ち越した。ランス。池上、今日はここまで3打数ノーヒット。ボール。この威圧感とかね。投げた。見送ってボール。これも外します。投げた。ボール。カウントは3ボール。埋めてくるか。どうよ。から4球目。打った引っ張った。ヒット。逃さんよ。点追加4対2。第1球投げた。危ない球。第2球投げました。打ったセカンドゴロ。これはゲッツーか。タッチアウト。ゲッツーっていうかホーフが刺されたか。一ノ瀬狙ってこうも。第球投げました。打ちました。ダメだ。岸田。よし、何事もなくとりあえず終わった。もうここのねポイントが全てなんで、で20稼ぎ出して、あとはドラ1にはなれないかな。多分最悪ドラ3とかになりそうっすよね。あ、1になった。よかったよかった。あんまりスカウトと練習してない気がするんだけど、で試合もさ練習試合出てないからさ、これ中継ぎでいきましょう。あんまりスカウト評価高くないかなと思ったんだけど、エピローグがないんで、で経験点的にはまあ6000いかないくらいか。でもあれがね惜しかったね。表記100ポイント500ポイントくらいあったのかな、あの技術とか足し合わせると。まあだからね、いかにしてバンプはまあアヘで組むんだったら刺激タック刺激タックができるかっていうところですね。じゃあちょっと割り振っていきましょう。強心臓取ろう、せっかくだから。で脅威の切れ味も取れると。 OKOKOK。打たれ強さもとりあえず取っておこう。あとは緩急、緩急1だったか。で球速上げられるだけ上げるか。多分3、4キロになるかな技術的に。あ、でも5まで上げられるか。筋力を使うやつ、筋力を使うやつなんてあんの。もう怪物球威取っちゃったからさ、ないね。スタミナ、スタミナが C になったね。パワーちょっと上げとく。よし、これでいいや。という形で、とりあえず総編ですね。やっぱり、全球種、全方向か、全方向持ちの、かつスライダーが、5でフォークが4、あとは3と、いうところで、金徳もまあ悪くないですねという感じで、バンプアヘ編はね、アヘ編そのものがねやってて面白いんで、もしねデッキを組めるっていう方であれば、やってみるのはおすすめだと思います。というところで、今回はこれで終了したいと思います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。